ポポの知恵。春になるとタンポポの黄色いきれいな花が咲きます。2、3日経つとその花はしぼんで、だんだん黒っぽい色に変わっていきます。そうしてタンポポの花の軸はぐったりと地面に倒れてしまいます。けれどもタンポポは枯れてしまったのではありません。花と軸を静かに休ませて、種にたくさんの栄養を送っているのです。こうして、タンポポは種をどんどん太らせるのです。やがて花はすっかり枯れて、その後に白い綿毛ができてきます。この綿毛の一つ一つは、広まると、ちょうど落下傘のようになります。タンポポは、この綿毛についている種をふわふわと飛ばすのです。この頃になると、それまで倒れていた花の軸がまた起き上がります。そうして背伸びをするようにぐんぐん伸びていくのです。なぜこんなことをするのでしょう。それは、背を高くする方が、綿毛に風がよく当たって、種を遠くまで飛ばすことができるからです。よく晴れて風のある日には、綿毛の落下傘はいっぱいに開いて、遠くまで飛んでいきます。でも、湿り気の多い日や、雨降りの日には、綿毛の落下傘はすぼんでしまいます。綿毛が湿って重くなると種は遠くまで飛ばすことができないからです。このようにタンポポはいろいろな知恵を働かせています。そうしてあちらこちらに種を散らして新しい仲間を増やしていくのです。